東京の港区というと、高級住宅というイメージがあると思います。そんな高級住宅都市の住民が2021年12月にスレを立ち上げました。港区女子してたけど質問ある？今はほとんどしてない。港区ババアの間違いだろ。まだ大学生なので、いい歳してババアが女子とか気持ち悪すぎだろ。なら聞くけど、成人したら女子じゃなくなるから、20歳はババアなの？20歳ならただの女じゃね。なら港区女ってことにしておいて。丸の内の OL とどっちが強いの？圧倒的に丸の内 OL。商社マン捕まえて一生安泰だからね。港区女子の遊ぶ人たちはろくなやついない。そうなんだ。でも、港区も確か結構家賃高いよね。主もそれなりに高スペックか？そこまで高いところには住んでないし、さすがに住めないよ。自分で言うけど、それなりに高スペック。お年収の方を教えていただけないでしょうか。自分の稼ぎはまだ大学生だから少ないよ。パパ活はしてないから、平均的な初任給くらいしか稼いでない。大学はどのレベル？大学生かよ。港区の学生とか慶応しか思いつかねえ。早慶ではないよ。高利屋だろ？社長もキャバ嬢感覚で呼んでるんでしょ。そうなんじゃない？知らんけど。港区女子を選ぶなら高円寺女子がいい。どういう人かわからないけどら、サブカル好きそうで苦手。学生、バンドマン志望、俳優志望、作家志望、そんなんが住む街だからね。そんなイメージある。足立区男子だけどなめんなよ。ヤンキー多くて怖いよ。中央区男子です。隅田川のほとり大好き。港区おじさんだけど質問ある？お金の使い方間違えてるよ。港区で安めのマンションってどの辺？場所というより築年数と間取り次第。彼氏おる？おらん。今度一緒に東京タワー登ろ。いいよ。港区にはハイスペックな大学は他にも明治大学や東海大学などがあります。大学生の港区女子というスレ主。様々なコメントに対して、うまく対応してきます。外銀マンとかと遊ぶの？遊ぶよ。でも、社長と遊んでる人が多いかも。外銀言うても結局年収3000万円程度だからね。雇われの中では最強の外銀でもその扱いか。怖。世界は広い。遊ぶって何するの？パーティー、飲み会、人によってはやる。港区女子は性欲旺盛なの？稼ぐ女は男っぽいんだろうか。自分は社交的な場が苦手だから、パーティーとか酒楽しめる人羨ましいわ。それは人による。性欲旺盛というよりは、お金好きな人が多いんじゃないかな。それは性格次第だからなんとも言えないけど、だんだん慣れるよ。住んでるのどの辺？港区内。あとは秘密。やっぱワンピースとか好きなの？嫌い。スウェットがいい。港区もそれ？さすがにそれはない。ワンピースとかドレスとか着るよ。ドレスも着るの？パーティーでは着るよ。パーティーとかすごいね。自前？レンタル？自前だよ。結婚式とかで着るのと同じだよ。ここでスレミンが1枚の画像をアップします。月浦氏のやつじゃなかった？何それ？これだな。初めて見た。でも、そんな人たくさんいると思う。結構キラキラ崩れに、憧れたちょっと可愛い田舎者が集まるだけ。本当に美人で可愛い人は、港区女子なんてやらないし名乗らない。お前さっきは、港区女子だって自己紹介してただろ。今もたまになら、遊んでるから名乗ってもいいでしょ。港区女子って聞いてポジティブに受け取る男は基本的にいないからダメ。ギラギラしてる男には好かれるよ。一種のブランド価値はあるでしょう。なんか丸の内 OL はいいけど港区女子はやだ。前者はエリート OL で、後者はただの金持ち目当ての安い女のイメージだから。確かに金目当ては多い。ただ、優秀な港区女子も中にはいるよ。うつもなしに。別に承認欲求満たしてほしいわけじゃない。ただ話したいだけ。華やかな日常を送っているイメージのある港区女子に対しても、賛否両論あるようです。ここでスレ内では一人の人物の名前が上がります。加藤純一知ってる？名前は聞いたことある。港区に住んでて、その辺の女と遊んでたらしいから聞いてみた。芸能人なの？そういう人はあまり興味ないかな。金に物言わせるだけで面白くない。元ニコ生主で今は YouTuber だよ。調べたらそうらしいね。顔初めて見た。わざわざインフルエンサーが遊んでいたということは、やはり港区女子にはブランドイメージがあるようです。パパ活してない女子大生で月20万稼げる仕事って何？ラウンジ、ウェブマーケ、投資、キャバいろいろあるよ。努力しなくても成功者に寄生することで、自分も上に行けたと錯覚しちゃう向上心のかけらもない女たち。港区女子と聞くとそういうイメージ持つ人多いよね。ネットだとなおさら。彼氏に貢いでる？貢いでないし、貢がれてもない。弁護士とかと付き合ってる子いる？いたけど、弁護士はかもられてただけだったよ。ラウンジのポン女の JD とか受付嬢みたいな港区女子は嫌いだけど、激務で港区住んでる女の子は結構好きだわ。外銀とかファンドの子らとかは特に。そんなんはただ戦ってるだけで、年取れば落ちぶれるだけ。PE 女子が港区の勝ち組よ。ファンドマネージャーの子とか外銀 VP の子とかと付き合ったことあるけど、みんな肉食獣すぎて怖かったわ。勝ち組だとは思うけど、さすがにあの働き方は続かないだろうなとは思ってる。外銀 VP の女の子と付き合うなんてなかなかね。外銀と PE は無楽だと思ってる。次は PE 女子に行ってみて。PE はプライベート、エクイティ、ファンドの役です。
つまり、PE 女子は複数の投資家から資金を集め未上場企業に投資する女性のことですね。VP とはバイスプレジデントのことで、投資銀行のタイトルのことです。年収が日系企業では役員クラスでないと達成できない水準を得るほどのやり手の女性です。金融の女の子って結構コンサル男子好きな層いるんだよな。ゴールドマンのゴリラみたいな自尊心の塊みたいな男と付き合うのは無理、みたいなロジックらしい。PE の女の子はあんま周りにいないから紹介してくれ。コンサル男子の何がいいのか全くわからない。ティア1のフロントなんてガツガツしてないと無理よね。欧州系はカルチャー違うからいい男も多いと思う。自分も PE に行くわけではないから、そんなに知り合いいない。コンサル男子を陰キャメガネ早口オタクしかいないと思ってるだろ。意外とおとなしめの優等生的なやつもいるし、肉食系とかチャラチャラしてるのとか色々といるよ、オタクも多いが。バイサイドもセルサイドも結局肉食系多くてビビったわ。コンサルと比較するからかもしれないけど、それくらいエネルギッシュじゃないと仕事回らないんだろうな。コンサルに就職するんだけど、同期そういうタイプばかりだったから。多様性とかいうくせに頭いいんけぽい人が多かった。金融はエネルギッシュな人本当多いね。GS もアメフト出身とかめっちゃ好きだし。そんなのか？どこのファームかは知らんけど、最近はむしろ人当たり良さそうなイケメン美女ばっかり撮ってる印象あるわ。GS はほんとゴリラみたいな友達しかいないわ。笑い、漏れなく女の子大好きみたいな人ばっかりでさすがに自分は陰キャだと自覚した。いや、外人とか商社と比較してって話だから偏見はある。働くモチベは人それぞれだからね。そりゃそうだな。まあ自分がコンサル好きなハイスペ女子に受けることは理解してるので、今後もそこらを中心に売り込んでいくつもりではある。業界狭いから悪いことできないのはあるんだけどね。ハイスペ女子も男の子と同じように、それなりにつるんでるからね。変な情報流れないように気をつけて。この前アプリ経由で会った IBD の女の子から、俺と同じ大学の BCG の男から付きまとわれてる、みたいな相談受けて、よくよく話聞いたら俺の先輩でくっそ笑ったわ。業界は狭いねほんと。それは業界関係あるのかわからないけど、優秀な知り合いが多いとそうなるのかもね。そろそろ明日のミーティングに差し障るから寝るわ。企画書大体目処立ったし。V2 で見かけたら声かけるよ。V2 行き飽きたからもう行かない気もするけど。遅くまでありがとう。楽しみにしてる。おやすみ。そういやどんな遊びしたの？パーティー、飲み会くらいだよ。やったりとかはしてないよ。あっさりしてるんだな。パーティー、飲み会の感想どうだった？振り返ってみて。コミュ力はかなりついたなと思う。人との接し方が分かった気がする。それ以外はただの金持ちの道楽に付き合ってあげただけ。あげただけはその通りか。でもなんでそこ強調するの？一応線引きしておかないと自分の品性が崩れてる感じするからか？自分のプライドが高いから。そう思わないと一生埋まらない男女格差を認めることになると思うから。女じゃないから実態として認識できないけど、女が感じる埋まらない男女格差ってなんだ？完全に見落としてた、ごめん。男尊女卑を感じる場面の多さ。例えば、女というだけで舐められた対応をしてくるおっさんがいること、管理職に男が多いこと。外銀の年収3000と年商10億オーナーだったら、住んでる場所も可処分所得も外銀括弧会社の福利厚生の手厚さにほぼほぼ軍配上がるけど、そんだけ遊んでるなら、フローで見るよりアセットで男見れたらよかったのにな。債券、為替あたりなら年収億超えてんのちらほらいるからな。ヘッドならなおさらだがもったいな。そうかな。経費でいろいろ落とせるオーナーもなかなかよ。奥越えいるけど、その人何歳なんて話。20代でそんなんほぼいない。何が稼げるのかや、自分の価値観をしっかり持っているスレ主。ハイスペックを自称するだけあって、頭の良さがレスから感じられるのでしょうか？いつしかスレ主に憧れを抱くスレ民も現れ始めます。みなとく女子、マジで自分とは別世界の住人すぎて憧れる。芸能人とか財界人とお話ししてるからいろんなこと知ってそうだし、高学歴でキラキラしてて。キラキラしてるようで何もキラキラしてないよ。ちょっとお金かかってる飲み会があるだけで、普通にカラオケとかも行くよ。あと、芸能人とか財界の人と繋がってるのもごくわずかで、普通の人は普通のサラリーマンは社長と飲むだけ。ひざまずいて一の足先にキスしたい。バカな JD に1万払えば余裕でできるよ。頭良い港区女子の一致がいい。靴磨きとかもしたいです。港区女子に幻想を抱きすぎてる。自分とは全てがかけ離れすぎてて女神のように思える。港区女子の部下として、雑用係としてこき使われたいわ。それだけでも光栄すぎる。何の仕事してる人なの？東京なら港区女子なんてすぐ会えるよ。底辺のフリーターです。東京住みだけど、世界が違いすぎて接点が全くない。どうすれば会えるのか想像もできん。ラウンジで合意するは起用して成り上がる。まずラウンジってのがよくわからん。普通のバーやキャバクラとは違うの？キャバと違って時間制みたいなのないところが多い。バーとの違いは接客の仕方かな。なるほど。コミュ障なんで合意は難しそう。そもそも合意と仲良くなるケースってあるの？あるよ。付き合うとかはあまり聞かないけど。一致の召使いになりたいな。バカで世間知らずな俺を教育してほしい。雑用係として使ってください。教育するから年収3倍にしてから来て。
港区女子って仕事忙しそうだし、やっぱストレス溜まったりするんだよね。俺は無能だけど、ド M で女性に尽くすの好きなので、ストレス発散用のサンドバッグとかパシリとしてならお役に立てそうだ。そういう願望ある優秀な男がたくさんいるんだよ。一場就活で吐き潰したリクルートパンクス欲しい。割と切実に、一流大学のキャンパスや、一流企業の門をくぐったパンクスを毎日抱きしめてキスしながら寝たい。それが底辺の俺と港区女子のあるべき接点のような気がする。なら声かけて数万払って買えばいいよ。もし一致が売るとしたらいくらくらいで売ってくれる ?5 万。やっぱそれくらいはするか。ちなみに結構吐き潰してたりはする嘘だよ。売ったことないし売る気もない。ハイヒールが、時価誰それハイヒールやパンクスのクソスレをひたすら立てまくるやつ。一致のことじゃなくて155ね。畳パンクスのやつかあんな気、木と一緒にしないでくれ。そんな人いるんだ。知らなかった。もし売ってくれるなら買おうかなとかマジで悩んでた。お金の使い方考えた方がいい。ストッキングとタイツどっちが好き？どっちも嫌い。生足派ってことか。そう？パーティーとかって生足は NG とかそういうのはないの？聞いたことない。一致と結婚して子供二人くらい作ってささやかだけど幸せな家庭を築きたい。いいね素敵。休日は子供連れてファミレスでモーニングしたり、ショッピングモールで買い物したり、広い公園をゆっくり散歩したりしたいな。家はどんな感じ？下着は高いやつ？見せることないから普通の。つまりパパ活？パパ活はしてないよ。港区女子にひざまずきたい M はやっぱり多いのか。イッチは M の男性をひざまずかせたことある？ない。眠くなってきたし、今日はイッチの足先にキスしてるとこ想像しながら寝るわ。またビップに来てくれると嬉しい。港区女子と話せる機会なんて俺にはビップくらいしかないからな。笑った。またね。おやすみ。しかしスレないにはそんなスレ主をよく思わないスレ民も当然複数存在します。女の価値って目減りしていくばかりだからな。こういう女が歳を取ったら、自分の価値を守るための武器を若さの代わりに思想や理論を武器にし始めて、ヒステリックババアが出来上がるんだな。って思いました。女の価値は減価償却していくからね。空に負けないために自分でキャリア積んでいくんだよ。それに負けた人が落ちてヒステリックババアになる。いや、若さでチヤホヤされることで自分の価値が高いと一度でも勘違いしたらもう負けだよ。どんなにキャリア積んでもそのキャリアが絶対的なアイデンティティになっちゃうんだよ。それにすがって生きていくしかない。そんなことないと思うよ。キャリア積んで、自分のしたいことできるなら、何も世界変えられない若い時よりマシでしょ。あなたが思ってる以上に割り切って飲み会してる女の子がいることを知った方がいい。おっさんにチヤホヤされて、それにすがって生きるわけないでしょ。かわいそう。もうすっちゃった。軽く読んだけど、これ港区女子カッココンサルエンキャチーリューとコンサル勤めカッコエンキャチーリューの戯れじゃないのかこれ。もしそうならおぞましすぎる。その治癒士より年収低い君が書き込んでる方おぞましいよ。雑談用匿名掲示板の書き込みに年収の肯定とか気になっちゃうのが港区女子なの？それならそういう人しか書き込まないであろう港区の方だけの掲示板に書き込むべきでは？思ったより合理的な考え方してないんだな。そうだよ。年収はその人の生活水準を表すから気になるし、自分より低い年収の人に何言われてもかわいそうにとしか思わない。年収の話するなら港区の掲示板に書き込むべきという方がよっぽど非合理的だよ。劣等感丸出しなの恥ずかしいだろ。何に劣等感丸出しなの？こいつめっちゃひどすぎわろた。これマジで俺の予想当たってない？まあ仮に書いてることが本当だったとしても、見ていて辛くなるというか、むしろ完全に全部嘘でビッパーを釣って楽しんでる方が何倍も安心するような内容だと思うわな。人それぞれの考え方なので、それぞれ捉え方はあると思う。後半マジで同意だわ。嫉妬してる人たちガチでかわいそう。バカにしてる港区女子にすら相手にされない人生。アンチ増えてレスば疲れるので寝ます。良い人生を。この言葉を最後にスレ主は姿を消しました。自分が時間の無駄と判断したら即座にその場を離れるという変わり身の速さは、お金を稼げる人の特徴の一つですね。皆さんは港区に住んでみたいですか？または港区女子とお近づきになりたいですか？言わずと知れた超賢大学である東京大学。今回はそんな元東大生の無職であるイッチへの質問スレを紹介します。東大卒無職だがなんか質問ある？どうぞ。才能の無駄遣いですか？そうです。どこ出身？東北地方。学部は？ガチで法学部。大学3年の秋、周りは就活モード。でも俺は、まだいいや、10月だろ、バカかこいつらわら。って感じだった。で、みんながインターンとか説明会行きまくってる中、俺は日々バイトに、明け暮れた。法学部だったがまぐれで受かったようなもんだし、弁護士にも官僚にも興味はなかった。仙台出身。なんでわかったわら。俺は居酒屋で働いていた。週に5回。小さい居酒屋だったからもう店長の次のポジションくらいの位置にいた。就活自体しなかったの？すれば余裕で民間の内定取れたんじゃね？東大だし。多分普通に取れてたと思う。冬のある日、店長が。お前うちに就職しない？この店任せられるのお前くらいしかいないんだ。
店長は他にも居酒屋やってて、そっちにも顔出す必要があるみたいで忙しくなるらし。で俺に店長やってくれ、と。いやいや、結構すわら。こっちは東大だぞ。なんで居酒屋なんだよ、わらって感じ。そう思うならなんで就活しなかったの？単に逃げてただけでしょ？どうせまだ若いんだろ、間に合うよ。まあ話を聞いてくれ。で、そんな俺は店長の申し出を断った。店長はガチで俺に頼みたかったらしく、顔を合わせるたびにお願いしてきた。それがだんだんうざくなってきたのがちょうど12月。学校は冬休み。俺はバイト。友達は就活。1月のある日、友達から電話が来た。友、お前リクルートのインターン行く？結構いいらしいよ。俺、あ、インターン。いやいや申し込んでないし。友、絶対行った方がいいって。俺はリクルートなんか興味なかったし正直だるかったから断った。つうか、売り手市場なんだからインターンなんか行かなくても余裕だろ、東大だしわら、という気持ち。公務員試験受けたらいいのに、西くらいなら楽勝でしょ。カテキョも時給2万とかあるらしいな。それで食っていけるだろ。1月も半ばになり、テスト勉強を始めた。やっぱり法学部のテストはきつい。この時バイトは2週間の休暇をもらった。しかし店長の電話が毎日鳴る。店長やらないか。正直うざくなり、俺はだんだん電話に出なくなった。東大法学部に在籍してて、居酒屋のバイトなんてするわけねえだろカス。時給3000でも考えるわ。夏休みって嫌だなまったく。で、テストはなんとかうまくいった。就職についてはノープラン。バイトも店長の電話しかとしてたから行きづらい。結局、だるすぎて電話でバイトを辞めることを店長に告げた。めっちゃ引き止められたけど、辞めました。3月、そろそろ焦り出した。ゼミの友達は、外資系金融とかベンチャーとかからすでに内定もらっていた。というか、気づいたら3月末時点でゼミで内定1個もないのは俺ともう一人の腐女子だけだった。俺は3月もほんと下旬に初めて陸ナビに登録した。で、興味ある企業にエントリーするみたいなんだが、興味あるとこがない？ま、どこでもいっか。東大だしどこでも受かるだろわら。とりあえず大手の食品メーカーにエントリー。経済学部の4年だけど、正直働きたくないです先輩。誰もが知ってる有名企業だったけど、なぜか内定取る自信があった。とりあえずエントリーシートというものを書くらしい。あなたが学生時代取り組んできたこと、バイトくらいしかねえな。あなたを色に例えると？その理由は？なんだこれわら。あなたは10年後何をしていると思いますか？知るかわら。まあ適当に完成させたわな。で提出。後日、陸ナビからメールが届いていたので確認。おお、俺がエントリーした会社からだ面接の案内かな？そんでそんで？慎重に検討させていただきました結果、今回はご縁がなかったということで、これがお祈りか。俺の目の前は暗くなった。自信とプライドの全てが崩壊。しかもバカだった俺は他社に全くエントリーしていなかった。正直東大っていうだけで、エントリーシート通ると思ってた。会社による、エントリーシートが深い企業はそんな甘くない。で？4月中旬、ゼミの腐女子にも内定が出たらしい。みずほ銀行、にちゃんではバカにされてるが、当時の俺からしたら羨ましく妬ましかった。俺は焦ってはいたものの、なぜかやる気は出なかった。新入生たちのテンションの高さがムカついた。お前はバカか。今もやりたいことないの？1。残念ながらない。東北大の工学部にしとけば、順風満帆だったのにね。東大工学部よりも二流大学工学部の方が需要あるよな。幸い友達だけはそこそこ多かった俺。後日は瀬田に行った友人から久々に電話が。友、久しぶり就活どうよ？俺は嘘をついた。俺、まあぼちぼちかな。友、どっから内定もらった？俺、母、秘密わらお前は？友、俺は、もう就活終えたよ。東密、野村、キーエンス、富士フィルム、リクルート。から内定出てて、今先輩の話とか聞いて悩んでる最中だよ。俺、へえ。友、お前東大だからもっといいとこから内定出たっしょ？教えてよ。俺、まあまあ。今度な、死にたくなった。東大ってもっと人生計画ができてるやつが行くところだと思ってた。息は中卒度級並みの判断能力しかないな。彼氏東大卒でニートやったりフリーターしてる。東大なのに居酒屋でバイトしてるんだ。東大生は家庭教師とか塾講師ばっかりだと思ってた。東京大学じゃなくて東海大学とかだろ。そんでいよいよ俺のケツにも火がつき始めた。ゼミの仲間は口では応援してくれているが、明らかに冷ややかな目で見てた。教授も、内定一個もないことで軽く軽蔑した眼差しを向けていた。俺は再び陸ナビを開いた。とりあえず残ってる有名企業すべてにエントリーした。東大生って結構アスペルガーの人が多いって聞いたから、研究職とか行ければすごいんだろうけど、会社勤めできない人も結構いるんだろうな。そしたら、某東証一部上場メーカーから一時通過のお知らせ。よし来た次は面接だな。俺は意気込んで面接に向かった。正直説明会にも未参加だったのでスーツを着たのは入学式以来。こうならないけど、東大文系にはアプアは多い。東大法学部行くなら何が何でも官僚目指すだろ。リーチだけどラーメン屋でバイトしてたよ。本社到着。ドキドキ。待合室で待たされる。俺以外に20人くらいいたな。そしたら隣のやつが話しかけてきた。就活どうですか？正直うざい。ほっとけ。
と思いつつも、俺、ぼちぼちですよ、と返す。すると、大学はどちらですか？この時を待っていた。俺、東大です。相手の驚愕に満ちた表情、恐れ多いことを聞いてしまったという面、快感だ。すごいですね、僕なんか駒沢ですよ、わら。駒沢わら。ダメパターンの王道を言ってるね。ここからどんどん転落していくのかと思うと泣けてくる。俺、あ、そうなんですか。お互い頑張りましょうね。勝ち誇った表情の俺。駒沢、東大ってことはもうどっか内定もらってますよね。うでぇー。俺、うん、まあ一応。ここまで話したところで駒沢が呼ばれた。せいぜい落ちてこい。クズすぎはロタ。するとすぐに俺も呼ばれた。面接は初めてだけど、俺会話は普通にできるし、いけるっしょ。面接会場は、広い部屋をパーテーションで区切ったような臨時の部屋だった。中にはおっさんがいる。俺、失礼します。ここは元気に行こう。俺、東京大学法学部4年、〇〇です。よろしくお願いします。お、はい、じゃあ座ってください。こいや。頑張れ。来た。お、じゃあまず、あなたが当社を志望した理由を教えてください。俺、はい、理由？ねえよ。内定取りたいからに決まってるだろ。とりあえず、そのメーカーのいいところとか社会への貢献度とか適当に喋っといた。ホームページくらい見るべきだったな。お、じゃ、あなたの学生時代取り組んだことを教えてください。これはいける。俺はバイトのことを喋りまくった。お、最後に、何か質問はありますか？俺、ないです。お、じゃ、以上です。俺、ありがとうございました。さっそうと部屋を出る。手応え十分。ないですわら。人事に聞いたが、結構見た目重視するらしいよ。顔がいやらしいやつとかブサイクとか暗そうなやつは基本的に採用しないらしい。3日後、メールボックスにその会社から連絡が。よし、二次進出決定フラグだなわら。ご縁がなかったということで。祈られた。俺オツ。かすすぎはロタ。卒業できるように試験受けに行ってきます。なんだ面接ごとき勝ち残れない負け組か。最後に、何か質問はありますか？って質問は結構重要なのに。そうそう。質問はありますか？特にありません。みたいな回答したやつは大抵、落とすな。学歴なんて関係ないことが分かってるお偉いさんの話か。東大の知り合いは、腐るほどフラグ立ってたというのに、お前と来たら。正直何がいけなかったのかわからなかった。俺ちゃんと喋れてたろ。早稲田の友人に相談しようかと思った。奴は頭もいい、人望もある。要はリア充。しかし俺のプライドはそう簡単には揺らがないのだよ。じゃねえよわら。面接で卒業した大学なんてほとんど関係ないに等しいっていうのに。学歴が関係あるのは面接に行き着くまでだよな。そんなことないぜ。なんかコンプレックスの塊みたいな生き物だなこの位置。ぜひとも採用したくないですわら。世間知らず落とすための面接だろ。俺はゼミに出ても。〇〇くん、内定取れた？という言葉に正直嫌気がさしていたので気違いを気取ることにした。何を質問されても。それが君にとってそんな重要なことなのかな？と返すようにしていた。そんなだから、ゼミからはキモい目で見られ、はぶられ始めた。確かに邪気眼っぽいなわら。あれか、遠征主義か。東大生が言ったら説得力あるな。こんなことは虚しい。5月、ゴールデンウィークに突入。この頃から大手総合職の持ち玉が急に減り始める。そして東大で内定持ってない奴の数も減り始める。内定持ってないのは、公務員コース、資格コース、そして俺。ゴールデンウィーク中みんなは遊びまくってたが、俺は一人でときメモをやっていた。まあ東大に入るってだけに固執しすぎて、どんな職業に就きたいか卒業の時になって困るっていうのは学歴中にありがちな話。遊んでんじゃねえかわら。憎めないわら。5月はパン職の募集が多い。しかしパンなど言ってたまるか最高学府最高学部だぞ俺は。と思いつつ大手銀行のパンにもエントリー。書類は通過。しかしなぜかまた一次面接で死亡。学歴が物言うのは書類までだということが分かった。ちなみに学歴がボンだと有名企業からは書類に対する返事すら来ないわら。どうせ質問はないですって言ったんだろ。公務員試験受けなよ。今年はもう間に合わないけど、職場に一種の京大卒がいるよ。私は二種。東大卒はブランドとして役に立つだろ。起用すれば。5月はパンを2社受けて全滅。ちなみに面接官に質問はした。ここで、恥を捨てて誰かに相談しようと決めた。俺は、地元出身で東京にいるやつで、まだ内定出てなさそうなやつをアドレス帳から探した。いた。明治に行った友人はいた。こいつは部活推薦で明治に入ったが頭は悪い。筋肉バカだから内定ないだろ。一時面接で落ちるなんてコミュ能力がないか情報弱者かどちらか。電話をかけた。俺、おう、わい、久しぶり。就活どう？かっこどうせない内定だろわら。わい、あ、俺もう決まったよ。俺、かっこ嘘だろへい、どこ？わい、日産自動車。俺、そっか、おめでとう。わい、ありがとう。ところで何の用？俺、いや、暇でんわら。わい、俺は忙しいからまたな。ブチ、ツーツー、泣いた。どんなに能力があっても、社交性がないとダメな現代社会って、とか言う人いるけど、社交性も立派な能力。
そういうパターンもまた、単純に能力がなかっただけだよね。6月、この頃になるともう完全に呆然自失で陸ナビもほとんど見ていなかった。親からたまに連絡来ると返答に困った。バイトもしてないので金も少なく、ゼミでは邪気眼を発揮し、毎日がつまらなかった。そんなこんなでテストも終わり、俺は内内定のまま夏休みに突入した。別に、俺は大金が欲しいわけではない。人並みの生活ができて人並みの幸せがあればそれでいい。でも、企業はいいところに行きたかった。それは俺が東大というブランドを持っているからだ。しかし、東大はすごい大学なのかもしれんが別に俺はすごくない。入学のために勉強を頑張ったのは事実だが、入ってから自己成長したのか問われるとイエスではない。俺には社会に還元できうる価値がない。そう思い始めたのが夏休みの真ん中あたりだった。勉強になるわ。続けて。人事って見る目あるんだな。夏休みの大半はゲームをやっていた。もう完全に就職は放り出していた。学校もサボりがちになった。とにかく今、この瞬間を頑張れ。明日やろうはバカやろうとはよく言ったもんだ。1歳でも若い方が有利だ。秋、もう3年生が就活を始める時期だ。思えば1年前のこの時期、俺は周りで就活始めた奴らをバカにしてたな。バイトで店長の依頼断ったよな。依頼？そうだ、あの居酒屋の店長やろう。でゆくゆくは店舗増やして代表になろう。多分できるべ。俺東大だしわら。そんでものすごい久々に店長に電話した。俺、あ、お久しぶりです。店、お、元気だった？予想外に優しい対応だったので安心した。俺、はい、ですね、急な話なんですが、店長を継ぐ件、俺にやらせてもらえませんか？店、え？だってあんなに嫌がってたじゃん。俺、でも考え変わったんです。店、そうか、でも、もう遅いよ。今は愛さんがやってるからさ。愛さんとは、俺の後にバイトに入ってきた高卒フリーター野郎だ。俺が東大生の俺が受け継ぐはずのポジションを高卒フリーターが？俺、マジっすか、わかりました。電話を切って俺は泣いた。息は同性ですか？いな。19で卒業しました。絶望の淵に立たされた俺はいよいよヤバいということに気づいた。卒論もある。内定はない。周囲からはもはや何も言われなくなった。そんなある日、ネットで面白いものを見つけた。インターンシップ。そういや昔、友が俺を誘ってたな。某ベンチャーのインターンは、日給1万が出て、さらにそこでいい評価を出せば内定ももらえるという。やるしかない。これで最後だ。俺は東大生としての自分に確かに酔っているが、もうそんなのは気にしないようにしよう。俺は早速エントリーした。後日、説明会兼筆記試験へ。会場には大学3年ばかりだったが4年もちらほらいる。とある4年に話しかけた。俺、どうも。まだ就活って続けてるんですか？男、いや、もう内定は持ってるよ。このインターンはアルバイトって感じわら。俺、まあ、確かにお金はもらえるからね。男、そうだな。だってこんな会社内定もらっても行きたくないっしょわら。てめえ内内定東大生の前で偉そうに。男、大学どこ？俺、ああ、東大です。どうだ、見たかわら。男、あ、じゃあ同じじゃんわら、俺も東大。どん、これは普通に面白い。俺、学部は？男、工学部だよ。俺、ほう、俺は法学部だ。一瞬男の顔に焦りが見えた。どうだわら。男、内定どこからもらった？俺、秘密だよわら。あんまり人数取らないとこだし、今思うと全然秘密にする理由になっていない。男、へぇ、俺外銀と野村 ID でまだ正直迷ってんだよね。外銀、ID って何？鉛筆の種類？俺、まあ、お互い頑張ろう。筆記試験は簡単だった。当然のごとく通過し、後日グループディスカッションへ。東大なら銀行行けば一発だろ。まだメガバンク募集してるし、どんなにあれでも東大なら上行けるから。東大落ち慶応の知り合いがいつもそれで嘆いてる。 GD ではテーマが与えられた。確かお題は日本の国際競争力を高めるにはどうしたらよいかだったと思う。みんな、は？そしていきなり GD は始まった。時間は15分。この間にみんなで意見をまとめて最後に代表者が発表するらしい。メンツは俺かっこ東大4年、エビちゃんに少し似てる女かっこ立教3年、豚女かっこなんとか女子大4年、キモピザ男かっこ東工大3年、ドキュンピアス男かっこ東洋3年。スタート。笑っとく。大学は現役で入ったの？現役です。いきなりキモピザが話し始めた。ピザ、じゃあまず今の日本の世界における現状から意見を言っていきましょう。ピザは見た目はキモいが喋れるし、リーダーはこいつに任せよう。豚、じゃあ私いいですか？とりあえず今の日本はダメだと思います。何がだよ。豚の KY 発言にとりあえずみんなうなずくだけ。ピザ、じゃあドキュンさんどうですか？ドキュン、ん、経済成長期の頃の競争力は確か世界一レベルでしたよね。現状は20以前後まで下がっているそうです。早急に手を打たねばなりませんが、そのためには根本的な政治体制を変えるべきです。ほう、なかなか言うではないか。ピザと豚では剣なよわら。 GD は優秀なやつが優秀すぎて困る。ピザ、確かに政治の根本に革新がなければ変わらないというのも一理ありますね。例えばフェアトレードについても政治が変わらなければ生産者支援問題は解決できませんからね。フェアトレードって何？
ピザ、じゃあエビさんどうですか？エビ、私も同じです。上目遣いにムカついたがちょっと可愛いから許す。ピザ、わかりました。イチさんはどうですか？俺、はい、国際競争力、やばい、喋れない。そう、ここで俺が面接で通過しなかった理由がわかった。友達や知人となら話せるんだが、緊張する状況で初対面のやつと話すと必ずどもる。しかもいつも話したいことの 10% も言えない。3分の1の純情な感情ですね、わかります。今のところピザとエビしか受かってないよ。俺がどもって発言が止まり、気まずい空気が流れる。ピザ、じゃあまとまったらまた話してくださいね。この肝ピザになら抱かれてもいい。ナイス。しかし、改めて思うが、このテーマの解決策なんかたかだか学生の身分でわかるわけないだろ。でも企業はおそらく解決策を考える過程や考え方を評価するんだろうな。俺は考えをまとめ、どもりながらも発表した。なんて言ったかは緊張のあまり覚えてない。最後にピザがみんなの意見をまとめて社員の前で発表して終了した。しかしここからがいろいろ面倒だった。GD が終わったのは夕方の6時。ピザ、ねえ、みんなでご飯食べに行かない？豚、いいね、行こう。あら。デブ二人がはしゃいでいる。エビちゃんは迷ってるようだ。可愛いから、エビが行くなら俺も行こう。とりあえず、大丈夫ですか？東大入るのやめますね。俺は、エビが、行くという前に行くことを告げた。俺、なあ、エビちゃんも行こうよ。せっかくだしわら。エビ、ごめん、私この後岩盤浴に行くから。豚、岩盤浴いいな、私も行きたいわら。エビからはスイーツわらの匂いがした。豚には死んでほしかった。東洋のドキュンピアスもバイトあるとのことで離脱。結果、肝ピザ、豚、俺、という底辺のメンツで飲むことになった。面接は騙し合いだってバッチャが言ってたぞ。マーチぐらいがちょうど良いような気がしてきた。3人で白木屋に入った。ピザは3年だが豚は4年だ。一応豚はまだ内定がないらしく、俺と同じ境遇だ。なんとかして豚と仲良くなり就活の相談できればいいなと思った。この際東大のブランドなんかもういいや。ピザ、一さんって東大っすよね。内定もあるんですか？俺はもう嘘をつくのをやめた。俺、いや、取れてないよ。俺バカだからさわら。ピザ、あはは、すいません笑ってわらでも、内定なんて何の意味があるんでしょうね。俺、そりゃ取らなきゃ就職できないじゃん。ピザ、そうなんですけど、そもそも僕は就職っていうことに対して疑問があるんですよ。特に日本のね。ピザが言うには、新卒というものが就活生の最大のブランドであることが間違っていると。海外では、大学を出た後に就活をする国も多いのに日本はおかしい、と。既卒にも優秀な人材はいるかもしれないのに、新卒重視の傾向になるのは納得いかない、と。このピザ、俺より若いのにいいこと言うな。東大で無職やたらと共感が湧くなわら。ピザ、つうか、就活っていうもの自体おかしいですよね。本当に行きたい企業があるんなら、エントリーとかそんなのなしでいきなり会社、行っちゃえばいいんですよ。もちろんアポなしじゃあってくれませんけど、それなら、社長に会えるまで何時間でも玄関で待ってればいいだけっす。熱い男だなピザは。熱いのは腹の肉だけではないようだ。俺、確かに枠にはまった型通りのやり方しかみんなやってないよね。ピザ、そうなんす。僕なんて直接会社行きますから笑うざがられますけど、それで、もうベンチャーから内定もらいましたよ。まだ3年生なのにこの行動力。太ってること以外で見習う部分は多い。ピザに全俺が泣いた。行動力のないピザはただのピザだ。豚は？ねえ、豚は喋らないの？豚が出てこないけどブヒブヒ言いながら食い散らかしてんのか？ピザの行動力すごすぎだろ。ピザは東工大だ。東工大は世間での知名度、特に文系での知名度は低いが高学歴である。高学歴でコミュ力があるやつはやっぱすげえな。豚、ねえねえ、私も早く内定欲しいんだけど。ほざいてロブス。俺はピザと大事な話してんだよ。その後俺ら3人は携帯番号を交換した。別れ際の。いつでも連絡ください。僕も一さんからいろいろ学びたいですし。というピザの言葉に勃起した。ピザがかっこよすぎる。ピザかっけえ。この日から俺の中で何かが変わった。残念ながらワークスは落ちた。だがそんなことはどうでもいい。ちなみにピザは受かった。まあ当然だろうな。豚は落ちた。俺は、就職するのをやめることにした。だが、もうときメモはやらない。勉強することにしたのだ。卒論もやりつつ、とりあえず何か資格を取ってみようと思った。ピザに相談したら、いい資格を教えてくれた。簿記、FP、などという運転免許的なメジャーどころではない。弁理士という資格だ。ピザ曰く、難関資格だが今後国際的にも需要は高まるだろう、と。弁理士の参考書を買ってみた。が、何書いてるのかさっぱりわからん。特許に関する資格らしい。とりあえず勉強してみることにした。今頃かよわら。大学4年間何してたんだよわら。大学は勉強するところだぜわら。勉強は昔から嫌いじゃない。弁理士の勉強内容は難しい。だけど面白い。これを仕事にできたら楽しいだろう。俺は無事大学を卒業した。もちろん内定のままね。親にはブチ切れられた。俺は卒業後、夜勤の工場やコールセンターで働きながら勉強した。自分で言うのもあれだが、かなり勉強したと思う。その年に弁理士試験を受けたが敗北。勉強が足りなかったのだろう。俺は勉強を続けた。
この頃、ピザは大学4年になっていた。久々にピザに電話をして飲むことになった。半年くらい会ってなかったから懐かしかった。ピザはさらに太っていた。俺、どうよ就活。ピザ、はい、一応決まりましたけど蹴ろうかと思ってます。俺、どこ決まったの？よくはわからないが、アクセンチュアという会社の戦略コンサルティング職と、ドリームインキュベーターだかっていう会社のコンサルティング職らしい。聞いたこともねえなわら。俺、なんで蹴るの？ピザ、実は、今自分で立ち上げた会社やってましてわら。わらがわら。ピザは学生起業していた。事業内容は、ピザが学んできた情報工学の知識でなんかやるらしい。俺、すげえなわら。ピザ、すごくないですよ。やるかやらないかだけです。一さんだってもともと優秀なんだからやればできますよ。俺、そういえば俺、ピザに勧められた弁理士の勉強やってるよ。ピザ、マジっすか？特許に関する事業も今後考えたいんでもしとったらうちで働いて。くださいよわら。俺、助かるわわら。楽しい飲みだった。いい刺激になった。やっぱピザはすげえ。人間関係大事だな。俺は正直ピザには勝てないと思っていた。だが飲み会で気持ちを固めた。こいつを超えてやる。頭の良さと勉強の出来不出来は違う。ピザは両方できるが俺は頭は悪い。だが、勉強に関しては負けない。勉強するという努力は俺にもできる。もしかして一とピザが。そして今年の5月、俺は弁理士試験の担当式試験に合格した。あとは論文と口述だ。正直理系の知識も多いのでかなりきついし投げ出したかったこともある。でも、諦めない。俺は絶対に弁理士になる。ここまで奮起できたのもピザのおかげだろう。担当式に合格したことをピザに電話で告げた。ピザ、おめでとうございます。今度お祝いしましょうね。俺、まだ一次試験に受かっただけだし、きついのはこれからだよわら。ピザ、一次だって、すごいじゃないですか。ピザはとことんいいやつだ。そしてとことんデブだ。てかこれ質問ある？スレだったよな。語りが終わった後すればいいんじゃね？俺、ところで、ピザは内定どうしたの？ピザ、ああ、蹴りましたよわら。自分でやりたいことやった方が楽しいですし。俺、もし事業失敗したらどうすんの？ピザ、演技でもないことをわら。まあ、倒産しても死ぬわけじゃないし、人生一回なんですから、やりたいことやりましょうよ。強い男だ。そして、ピザは続けた。ピザ、一さん、お願いがあるんですけど。俺、なんだよ。ピザ、僕の会社に来てくれませんか？俺、は？ピザ、いや、無理ならいいです。もちろんリスクはありますし、すんごい忙しいと思います。軌道に乗るまで経営も大変ですし、福利厚生も全然ダメです。俺、いやいや、俺が言いたいのは、そういうんじゃなくて、俺なんか雇っても何もメリットないだろわら。ピザ、特許関係のプロが欲しいんです。僕の研究室でやってることがもしかしたら特許取れるかもしれないんです。俺、だったらもっと経験積んだ弁理士がいいんじゃね？ピザ、一さんじゃなきゃダメなんです。俺はまるで告られたような気分だった。ピザ、一さんの生き方、好きですよ。失礼かもしれませんが、一さん見たくどん底から這い上がった人は強いんです。それに、何より一緒に会社やるなら優秀で、目標に突き進める人がいいんですよ。全俺が泣いた。すげえな、弁理士の一時受かったんか二回目で。ピザは年下に思えないくらい頼もしかった。俺は、考えておく。一日考えて俺は決めた。弁理士の資格を取ってからピザの会社に入れてもらうこと。虹の論述で落ちたら雇わないでくれ、ということ。今までダメダメな俺だったけど、ピザには恩があるから、もし入社したら必死で働く、ということ。ピザに伝えると、快諾してくれた。合格待ってますよ。もうすぐ弁理士試験の論述が始まる。調子に乗るわけではないが、自信はある。俺の試験には俺の人生とピザの人生がかかっている。大げさな言い方だが、これくらいの強い気持ちでなければ受からないと思ったから。バカで、虚栄心を満たすためのプライドだけ高くて、他人を卑下してた俺。ここまで変われたのはピザのおかげです。ありがとう、キモピザ。今日は弁理士試験の勉強の息抜きで休んでます。質問すれにしときながら自分語りごめんよ。いい話で終わっちゃったよ。弁理士って受けるの理系の学生ばっかって聞いたけど、一から理系の勉強したの？一からっていうか、一応範囲の有機化学分野とかは一からだね。あとわからないところはネットとか本屋で調べた。選択科目は何？応用化学。そろそろ勉強再開します。皆さん呼んでくれてありがとう。ではまたどこかで。と質問も少なめに自分語りが終わった一致はいなくなりすれは終了。皆さんの就活エピソードをぜひコメント欄で教えてください。今回は偏差値がガチで高いにちゃんみんのスレを3本紹介します。まず1本目は2016年5月のものです。国語偏差値91だけど質問ある？ちなみに他はゴミ。まずはウプが常識だろ。すごい。その割にお前日本語下手くそだよな。100点取ってもそんなにいかないだろ。真剣もしていき。俺92だったわ。なんで嘘つくの？画像1。はい。現代文だけだと全国3位。センター現代文全国1位の俺の前でも同じこと言えんの？満点か。すげえ。この時期の国語は誰も勉強してないから。すげえ。わろた。こいつはすげえ。すげえな。英語数学派よ。
テストの結果用紙をアップしたスレ主。それを見たスレミンたちは、すごいけど、日本史も頑張れよ。スレ国語はセンスって言うけど素晴らしい。ただ日本史ひでえ。日本史さらしたなら他も頼むわ。コンスタントにこれくらい取れるの？3回記述あって78から91だな。俺も国語だけは得意だったな。俺 35? なんで日本史こんなにズタズタなんだよ。日本史はロタ。全然質問に答えない一致なのであった。日本語できても歴史学ばなきゃ社会には貢献できんぞ。日本史で笑わせにかかるのやめろ。歴史はこれから勉強すんだろ。頑張れ。国語の成績がズバ抜けて高いスレ主にスレミンはこんな質問を。読書とかする？むしろ読書しかしてない。まあそのせいで浪人になっちまったけどね。何がすげえだ、釣られてんじゃねえよ雑魚ども。しょうがないよ、こいつら全員アフチルだからな。現役時に乗せたよ。上のやつさらせば信じてくれるかい？別の科目の割合増やせや。俺逆に国語だけすこぶるできなかったから尊敬するわ。国語の配点 1.5 倍のとこ受けてどうぞ。もっと伸ばせよ雑魚コメントだな。現代文ってあんまり勉強しなくても点数取れるのがありがたい。画像に、じゃあ数学と英語見てもつまらんよ。200点で平均68とかひどいな。これで偏差値90マークしてもクソだわ。何の模試？可愛い記述。子供の頃から活字に触れてた。ミス？触れてた？触れてたね。友達いなかったし。お気に入りの一冊。名録雑誌。数学で偏差値90に取ったことあるな。なお満点は偏差値100オーバーだった模様。大体の教科70超えてるけど現代文は2回に1回くらい偏差値40くらい取るわ。この運営どうしたらいいんだよ。国語なんて配点低いんだから他の教科良ければ平気でしょ。読んだらすぐ答えわかる感じ。他人に解き方教えられる？文章1回読めば問題読まなくても問題わかる。人にも説明できるよ。現代文なんて本読む習慣あれば何もしなくても100点取れるだろ。東大生ですら不可能なんだがな。以上です。続いてのスレは2019年11月に建てられたスレです。物理の偏差値80だけど質問ある？高校物理だけど。顔の偏差値は30層。それは自分では判断できない。今高1だけどエッセンスは大体解けるようになった。この後名門進むべき？意欲あるね。俺はセミナーはやったけど、それ以外は塾頼みだからアドバイスできない。ごめん。全国？校内？全国です。校内だったらもっと低い。物理の偏差値80って滑車問題も電気問題も波動も熱伝導も、全部できちゃうの？一通りはやったよ。ちなみにどこ志望なの？宮廷だよ。全国って何？ベネ春季術とかじゃなくて寸大全国とかだよね。そうだよ。でもクラスでの存在感は量子的なんだろ。そうです。寸大でいきなり講習取っても平気？遺跡使ったやり方普段してないんだけど。寸大の講習がどんな感じで教えてるのかわからないからなんとも。だけど俺は微積使って解いてるよ。微積使って解くってのがもう釣りでくさ。微積結果を使ってだろ雑魚。結果を使うのも微積を使ってると言えると思うよ。まあ結果じゃなく実際に微積の計算をすることもあるけど、例えば RLC 回路だったり時速密度がかかった場での動体棒の運動だったり。理論上はあらゆる値を取り得る。偏差値がたった80とか笑わせんなよ。ごめん。超伝導の秩序パラメータってどうして帯域変数なの？超伝導に限らず秩序変数は全て帯域的変数。高校範囲を超えることは知りません。全国模試で偏差値80を取ったというスレ主。類は友を呼ぶと言いますが、こちらのスレでは数学の校内偏差値なら100超えたことあるぞ。なお全国だと76。問題ごとの偏差値なら俺もあるけど、ちなみに俺の数学の偏差値はカス。物理は最高64とかで、科学は70で、生物は65だったな。なお英語と文系科目は40切る。理科3科目も取ってたの？科学が高いのはすごいわ。俺はどう頑張っても50前後。いや生物科学だったけど突然工学やりたくて物理独学した。あとこれらはそれぞれの最高だからな。平均したら結構下がる。3科目目に手を出すやる気は凄まじいね。俺の知り合いは大学範囲の数学と物理までやっててミール通ってたけど、第2回全国は58とかだったわ。70って一桁レベルじゃん。すげえな。順位は20位台だったよ。物理ガチ勢は結構いるんだね。俺今物理で飯食ってくけど偏差値75だったよ。物理の研究者とはすごい。エッセンスと陽門の風だけで東京理科大行けると思う？その中だとエッセンスしか持ってないからわかりません。もしで C 判定以上なら合格の可能性はあります。今年もそんなに難かったのか。偏差値80出るとか、それも2桁でそこまで行くのはやべえな。毎年こんなもんじゃないの？まあそうか。チャートのみ B 始めたけど早速計算まみれで面白いけど疲れるね。計算力はつけておいた方がいいよ。特に答申の模試なんかだと計算ゴリゴリの問題が出るからね。これだけできても文系科目がカスのせいで国立いけないという穴。ワンチャン名古屋あったけどやっぱり英語が足を引っ張り近場の F ランよ。よくわかるわ。英語とか国語はほんとクソ。偏差値50周りをうろうろしてる。マジで英語とかちゃんと高1からやっとけばよかったと死ぬほど後悔したわ。それね、単語とかもっと覚えときゃよかったわ。それに読むのに慣れてないとどのテストでも時間足りなくなる。今からやれよ。彼は高校生ではないと思われ、成績優秀者が集まるすれない。
こんなスレミンも。浪人初期とかより科で無双できる強くてニューゲーム状態の時期は、寸大全国で物理ほぼ満点の偏差値80台取ったことあるけど現役でそれならめっちゃすごいな。残念なことに現役ではないんだよ。大学入試では目的に合わせて不要な科目は排除すればいいのにね。義務教育の最低限必要な教養はあるんだし、いらん学問を学習する時間を目的とした学習を極める時間にしたらなんという意義なんでしょう。それね、理系なら完全に数学理科のみにしてほしいわ。100歩譲っても英語まで。俺と同じかよ。まあなんだ、違う年とはいえ全国20人中の1人に会うとは運が悪かったな。それで全国20人以内の人なのか。別に俺らが会うのは運は悪くないと思うけど。80とかすげえな。俺校内で数学100点取っても68しかなかったわ。満点ならいいじゃん。68も決して低くないと思う。物理だけやっていたいけど数学というデカブツのおかげで時間が作れねえ。でも高1なら英数に時間かけた方がいいと思うよ。俺の時はさすがにほぼ満点とかでもそんな数字出たことない。偏差値60前後で東大 A とかだったし。そうなんだ。おそらく総合偏差値で見れば今回も A 判定ラインは変わらないはずだよ。物理80はすごいね。俺は電気以外できないから尊敬する。ありがとう。科学に当てる時間を物理に回したから少々ずるいけどね。でも偏差値で自慢したかったもん。そうかい。物理学者だけど何か聞いとくことある？研究者って大変。儲かる？その職業に満足してる？楽な仕事ではない。大学の職員なら平均よりは悪くない。端的に言えば最高。仕事に満足できるのは何よりも重要だね。在宅でプログラムでもしてようかと思ったけど研究職も視野に入れようかな。そう思えるかは人による。先のことだからゆっくり考えることにするよ。ありがとう。偏差値にコンプレックスがあるのか。こんなコメントを残すスレミンも現れました。テスト以外で物理の知識使ってるか？使ってないなら無意味な偏差値だな。それ言ったら古文漢文や輪性も無意味じゃん。輪性はそこそこ意味ありそう。整形はあるかも。倫理は？古文漢文がなかったら古典文学は現代語訳されず今は誰も読んでないぞ。古文漢文の知識を持った人が原点に当たりそれを訳してるから今の人々が古代の人の世界を知れる。それはプロの話じゃん。そのプロの意識がなけりゃ無意味な偏差値。いい大学行ってプロフェッショナルにもなれず理系のくせに文系就職するしかない奴になりたいの。プロの意識があればテスト以外で知識使ってなくても有意義な知識になりうる？ちょっと何言ってるかわからない。どこら辺がわかりませんか？物理ってあれでしょ、ベータサルピータ方程式とかやるやつ。ベーテ。なんだろうそれは。盛り上がりを見せるすれない。話題はこんな方向へ進んでいきました。東大実践で満点取れば100とか出るとは思うがそんなやつはありえないし現実的ではない。ましてや150って模試として欠陥だと思うが。冠模試なら満点でもおそらく80くらいだよ。みんなできるからね。ちなみに、校長の偏差値というのは模試で測るものではなく、まあ経験人数で測るものなんだよ。元河合の数学講師の坂田明ってやつは確か東大実践でほぼほぼ満点の1位叩き出して偏差値100いったって言ってた気がする。まあ年度にもよるのかもしれんけど、校長はよくわからん。数学なら100はありえるね。物理はそんなに差が出る科目でもないような気がする。あくまで俺の感覚だけど。俺は一度科学同年代で1位になったぜ。科学できるの羨ましいな。物理で1位はあるけどいつも科学の時間削るチート使ってるからな。偏差値の計算知らないんだけど校長って推定偏差値いくつになるの？校長ってあの校長、間違いなく150は超えるだろうね。校長の偏差値が150程度なわけないだろ。全国で中学の校長は1万人いてそのほとんどが改春なんてしたことないであろう中で1万、2000人超えだぞ。確かにそうだ。そう考えると1000は行く気がするな。80はすごいな。自分は得意な英語と科学でも70行くかってとこなのに。俺とパターンが真逆だね。科学できるの羨ましい。俺も科学ができれば理科の点数もっと取れるのに。高校の物理はパズルだから。そうかも。物理学が好きか嫌いか、それが問題だ。それの元ネタとなってる名言ってどんなやつだっけ？シェイクスピア。ググったらすぐ出てきたわ。サンクス。もう寝るのでおやすみなさい。以上です。続いてのスレは2018年4月に建てられたスレです。偏差値70の天才慶応生やけど質問ある？答えられる範囲で答えるぞ。収録からずっと不登校だったんだが質問あるか？偏差値いくつ？20や。70やで。ちな総合商社、外資金融志望。収録からずっと不登校だったんだが質問あるか？家では座りション派？立ちションは周りに飛び散るから座りションや。ろくな質問ないな。これだから低学歴は。何でも答えるぞ。ちな面差も受かった。絶対容姿がキモそう。収録からずっと不登校だったんだが質問あるか？偏差値70ってテストによって勝ち全然ちゃうやん。戦闘技術。一番リアクションに困るやつやんけ。寸大ならすごいし、真剣なら雑魚やが。いや前頭技術が一番受験者数多いし、当てになるのだが、まあ受験したことない奴らにはわからんか。当てになるかもしれが、前頭技術で70は威張れるほどすごくないぞ。強がっちゃって可愛い。Y もそれくらい取ってるからな。姉は最後まで舐める？
途中で砕く？途中まで舐めてまどろしくなったら砕くで。もう少しマシな質問はないの？勉強法とかさ。そんなんだから君らはいつまで経っても低学歴なんだよ。勉強にまつわる質問が少ないことを不満に思っている様子のスレ主。この後出てくる SFC とは慶応義塾大学、湘南藤沢キャンパスのことです。SFC？ 違うよ。なるほど SFC か。ならマーチレベルやん。話通じない外事さすがに怖すぎ。SFC じゃなかったらちゃんと学部名答えるはずやろ。学部名答えたら細かい突っ込みされて、困るから学部名答えなかったんやろ。つまり SFC で確定や。これは賢い。小学部や、広告学サークル？ってまだあるんか？広告研究会のことね。もう存在しないよ。SFC なんか、あそこのキャンパス写真で見たけど綺麗やったな。ちな身長は196ある。身長。ええわ。指定校推薦。一般だわ。各教科の偏差値と点数。国語70前後、英語75前後、数学70前後くらい。点数って何？偏差値70になるための点数くらいかけるかなって。英国は150。数学は170。あれば毎回70以上は出るよ。数学そんな程度で70いけたっけ？うん。Y はハーバード大医学部なんだが、慶応ごとき自慢に並んで。強がっちゃって可愛い。何を言うとるんや外事。外事はお前だろ。悲しくないの？バカショウ。内部とかいうざこの話は知らんわ。学力自慢をしたい様子のスレ主ですが、スレ民は相手にしてくれません。さらにスレ主はこんな書き込みも。チナセンターは 93% だった。点数の内訳。国、182。満点。数学、180。社会、95。物理基礎、48。科学基礎、46。必死に 93% の内訳考えててくさ。これだから嘘なくは。三教科慶応入試のオタクやん。科目数が少ないほど簡単という根拠は？どうせ答えられないだろうな。慶応な時点でアホだよね。ちな教、外人。少なくとも兄弟よりは賢いわ。社会一科目受験って一度こう受けるつもりやったんや。早稲田の千里だよ。ああなるほど。国立受けんかったんか？官僚なるつもりはないし東大は受けなかったわ。経済やけどバカ賞は見下してるわ。完全に介護官。慶応なら賞の方が上やし経済は見下してるわ。工事の存在についてどう思う？何言ってんの？工事編の存在についてどう考えるかって聞いてんだよタコ。昭和 SFC にポイデイで、日吉見たの土汚さんでくれ。隠したのくせに図が高いぞバカ経済。中にはスレ主の学力や考え方に関して質問をするスレ民も。質問、センター 93% なら東大一つ橋に行けたんじゃないの？官僚なるつもりはないし、東大は受けなかったわ。一つ橋は論外。教育外事なんて東大京大どころか、一つ橋すら受かるわけないぞ。もしかして経済の方が上と思ってるの？昭和からタイムリープしてきたのかい？英語はどうやって基礎固めして、伸ばしていった？単語文法固めてひたすら音読して問題演習したらセンター8割は行く。それ以上は才能や素質。塾に行ってたんか？それとも参考書学習？一応塾行ってたけど気休め程度やし実質独学。あ、一応言っとくけど小学部慶応、経済学部ね。経済からこぞって有力な教授が小学部に移転してから小の方がずっと格上。法制、方法、経済、文、小、やぞ外事。互換性がない分の方がカーストが上。うわこの人昭和からタイムリープしてきた人だ。障害児だけに障害児。くさ。うわつまんな。経済ってやっぱ頭悪い。ちなみに慶応の学部格付けは A、方法イコール小学部括弧慶応、管理、経営、経済、小括弧その他、法制、文、理工、薬イコール SFC ね。小かよ。小ぼ、ちな経済。小学部慶応専攻の方が格上やね。お前雑魚。慶応生誕端多すぎない？総合商社も東大一つ橋のが有利だろもったいない。若干滑ったな。慶応程度で証拠連呼しちゃうなんじゃやばくね。慶応より上の大学ってどこ？海外とか？言われてみればなかったわ。放射能を漏らし。低能軽量未熟。慶応に対する学歴コンプレックスやばそ。慶応より上とかうんぬん言ってるけど、今は慶応の上に早稲田おるよな。早稲田はせいぜい半大レベルだろ。慶応よりは圧倒的にした。一概には言えんで、総合なら医学部があるだけ慶応に部がある。隠した経済まだ生きてたんかわれ。理工学部はお前らのこと見下してたよ。それ見下してるというかただの劣等感やろ。理工は底辺学部やし。まあ、理工から見たらそうなるわな。おはばか理工学部。バカ賞が理工にマウント取れるわけねえんだよな。そもそも理系の時点でゴミだわ。現代文英語できないし。現代文、こんなんでマウント取れると思ってるとかさすがバカ賞。現代文英語が一番素質や才能がわかるからね。マッチ受験したことない内部推薦バカ経済にはわからんか。I'm looking for someone who can help me with my English. Can I have talking in English with you?原文は理系でも取れるやろやつ。いやいや冗談きついっす。オッケー。でもスマホだし英語だと打つの遅いけど許してな。Y 投稿台、高見の見物。投稿。ラプター教えてや。新入生か？せやで、
格下の学部は小学部の一部の内部性を見て、バカバカ騒ぐことしかできないもんな。小学部の上位層には頭上がらないって認めてるようなもんよ。これだけ無駄に勉強したやつと推薦で余裕で受かるやつが同じ大学に入って、推薦組は、付けで一致はぼっちで学歴コンプになると思うと笑える。なお就職は最強の模様。否定はしないんやな。お前みたいなやつは小位官方がええで、中退する。典型的な文系外人になり下がっとるやん。朝から必死に保守してんだからもう少し頑張れよ。高校やから理系のことしか知らんけど、大概の分野では瀬田、慶応だぞ。バカ理系のことは知らんわ。てか慶応の理工って元藤原工業大で慶応の中でも底辺やしな。入れない頭なのになぜか一橋とか見下してそう。一橋は余裕やろ。B 以上出てたし。デフさん見たことある？わたくなのにセンターで生きてるのが悲しい。お前みたいな国立しか選択しない雑魚と違って金持ちだから私立いけるんだわ。結局ショート経済ってどっちが上やねん。分野による。慶応や管理なら小が格上。今売り手市場やし軽症なら余裕で大手どこでもいけるやろな。以上です。皆さんの偏差値はいくつですか？